毎度オリバーです、今日は3月29日の金曜日ですね、今日も暖かくなってまいりましたね。今日最高気温20度やったらしいですよ。もう暖かくてね、今日は半袖で仕事してまいりまして、で先ほど帰ってきたところでございます。今日も一日お疲れ様でした。今日はね、27年前のくら寿司とのご縁ということで、お話ししていきたいなと思うんですけれども、今日お昼ご飯久しぶりにね、回転寿司のくら寿司にね食べに行ったんですよ。っていうのもお寿司ってすぐ食べれるじゃないですか、早いしね。でちょっと時間がね中途半端やったんで、お昼ご飯時に普通のご飯屋さん食べに行くと後の仕事押しちゃうなと思ったんで、もうパパって食べるもんなんかないかな思いながら車で走った後現場向かって、ちょうどねその通り道にねくら寿司があったんで、もう蔵でもパパッと寿司食べていこうみたいな感じでね、入ったんですけど、実はね27年前、僕が21歳の時ですね、大学3年生の時にちょっとくら寿司とご縁がありまして、その話をねしたいなと思ってね、今日は、動画撮っております。ちょうどね21歳の大学3回生から4回生に上がるね、この春休みのちょうど今ぐらいの時期ですわ、3月の半ばか終わりぐらいの時に、大学の友達にね就職合同説明会みたいな行かへんかみたいないうふうに誘われましてね、でおお行こうかみたいな感じで行ったんですね。で当時の僕ね、実は就職活動に全くピンときてなくて、就職活動だるいなぐらいにしか思ってなかったんですよ。でというのが実はね、もう大学1回生2回生ねもう遊びまくってて全然学校行ってへんかって、でもういよいよね3回生に上がった時に、もうこのままやとお前卒業できへんで言ってね先生に言われて、で「あやばいですね」言って言うて3回生の前半も前期もまあまあ遊んでたんですよね。でもういよいよこの後期にね入る時に「お前今日から1個でも単位落としたら卒業できへんからな」って言われたんですよ。でちゃんとこうねその単位のあれ見たらねほんまやったんですよね。でも絶対に毎日学校行かなあかんし、もうどれも休まれへんしね、出席日数とかあるんでね、でも毎日学校行って卒業するためにね、毎日学校で勉強してて、なんか大学の3年4年が一番勉強したなみたいな感じなんですけども、まあそんなんで就職活動どころじゃなかったんです僕の中で。でもとにかく学校行って卒業しやなみたいな、もう留年なんかしたらもうものすごい親に怒られるやろ思ってね、でもそれだけはもう避けなあかん思って、もう就職どころじゃないしとりあえず卒業や思ってね毎日学校行ってたんですけど、まあそんな時にね友達に誘われてそういう就職説明会みたいに行こうか言われて、でまあまあ春休みやったんで、まあええよ言ってね、一応ちゃんとリクルートスーツ着てね、行ったんですわ。で行ったんやけど、まあなんせね就職活動にピンと来てない僕ですからビジョンないわけですよ。どんな会社に入りたいかとかね、どんな仕事がしたいかとか全くないから、もうどこ行ってええか分からへんぞ。で友達の後ろついて行ってなんかこう説明聞いてるじゃないですか、ね、横っちょこんと座って僕も聞いてた、ああこんな会社ないはあみたいな感じです。でまあちゃんと友達はそのパンフレットとかもらって、で僕はあいいですみたいな感じでね、こうなんか変なやつやったんですよ。多分何やあいつみたいな感じで思われとったと思うんですけれども、でまあ友達もねカバンパンパンなっていますよね。もういろんな会社のねパンフレットみたいな採用情報みたいなこういっぱい集めとったんで、でまあそんなんでねこうブラブラ歩いとったんですけど、たまたまそこにねくら寿司のね人事の方らが出してるブースがあってね、で友達に「あ俺くら寿司好きやからここおるわ、ここで座っとくわ」って「そのうち寿司でも出てくるかな」みたいなね、そんなノリでね「おちょっとここ待ってるわ」って「お前回ってこいや」みたいなんで、でそこでまあ友達一回バイバイしてね、まあ友達はそうバーってあちこち回ってたんですけど、僕はくら寿司のねブース座って一番後ろの席で。別にくら寿司にで働きたいとか全くなかったんです、その時ね。で、まあ座っとったんやけど、なぜね、その人事の人と社長の話がめっちゃおもろかったんです。ですごいなんかどん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 僕の中にこう入っていって、腑に落ちていってね。で、おもろいからもう一回この話聞こうとか思ってね。だいたい1回の説明10分15分ぐらい会社説明されるんですね。で、その後、まあ質疑応答ないですかみたいなこう質疑応答とかあって、で、まあまあ、一通り終わったら、まあ、そこで話聞いとった人らはね、また別のブースに旅立っていくじゃないですか。
でも僕はまあもう一回この話聞こうと思って、友達待ってるしみたいな感じでまたそこずっと座ってて、始まったことをぼーっと聞いてて、で別に質疑応答も何もしない、ただずっと座ってるだけなんです。でそれがね5回ぐらい繰り返されたんですよね。自分で今思い出してもすごいな、ずっとようあんなとこ座っとったなって思うんですけど、それぐらいね話がね入ってくるんですよ。おもろいなぁ思って、この会社おもろいなぁ思ってずっと座ってたら、まあさすがにね4回も5回もねずっと座ってたら人事の人も気になったんでしょうね。僕とこぶーた歩いてきてね、君はさっきからずっと座ってるけど何してるんやって言われたんですよ。そら思いますよね、こいつ何しとんねん、何なんやみたいなね感じでね来られて、ああすいません、いや実はねあの友達に誘われてね今日この合同セミナーに来たんですけれども、もう就職どころか僕卒業できるかどうかも分かれへんのでね、もうそっちで頭いっぱいで、もうどこに行きたいとか何もなくて、ただくら寿司おいしいんで友達にここで座って俺待ってるわって言ってずっと座ってるんですけど、話聞いてた面白いからもう一回聞こう、もう一回聞こうと思ってもう何回もここにおるんですっていう話になったんですね。ほんなら君変わったとこやなって、ちょっとこっちおいで言うて、で多分あれ就職のセミナーのブースの多分裏連れて行かれたんかな、控室のとこ連れて行かれたんかな、なんかちょっとねそのみんなが聞いてるとこと違う席に通されてね、でどんな話がおもろかったんやとかいうような話になって、いや、まあ、全体的におもろいんですと言ってたんですけども、なんせねそのくら寿司の会社の理念というのが安心で、で美味しくて安いものを提供するっていうのがモットーでね、その企業理念としてね、で確かに安ですよ、まあ、今でこそねこうちょっと高い商品とかもありますけど、当時はもう一皿全部100円ですわ。でまあ当時103円か消費税込みで、ね、100円寿司って言うて、まあ、みんな小バカにもしながらも、僕ら学生の時とかねお金ないけどお寿司食べたいからね、くら寿司とかもしょっちゅう行ってたんですよね。で何皿食えるとかね、そんなことばっかりやっとったんですけども、まあ美味しかったんでね、僕大好きやったんで、でまあ座っててね、でそのまあ安心して美味しくてで安価でっていうね、やっぱこの3つってすごい難しい、バランスが難しいキーワードじゃないですか。でその安心っていうね、僕の家、まあこの間もちょっとねお話ししましたけど、まあ米農家をしてたんですよ。でもまあうちの親父も引退してね、僕はもう米作りは後継がなかったんですけれども、まあ、当時からまあ米の消費量がまあ落ちてますよって言って、みんなこうパン食に変わっていったりとかね、食の欧米化でねこう変わっていってたりとか、あとねでコンビニフードとかもこうやっぱコンビニがぶわーっとこう盛り上がってきた時代やったんで、まあ、コンビニのお弁当とかねああいうのとかも増えてきたりとかしてた時代やったんで、言ってたのが、その日本の伝統的な食事を絶やしたあかんって言ってたんですよ、蔵の社長が。でそれはほんまに僕も家米作りしててね、でちゃんとお母さんがご飯を毎日炊飯器で炊いてくれて、で美味しいご飯いただいて、美味しい手作りのおかずいただいて、でこうお聞きしてもらったわけじゃないですか。でそれがもうどんどんこうね便利な世の中になってね、コンビニのご飯で済ましたりとか、ファーストフードで済ましたりとかって、こう、そういうのって嫌やなと思っとったんですね。で、まあそういう社長の話を聞いてね、で、ああ、そう思うんですっていうね、ことでね、話をしとったんですね。で、そういう伝統的な食べ物とかを残していかなあかんって僕も思ってます。家がやっぱり百姓なんでね、農家なんで、そういう食べ方とか一番おいしい食べ方を残していかなあかんと思ってます。だからちょっとその話がもうすごく僕の中でね腑に落ちたんですって言って、ああそうか言って、でくら寿司ってその無添加、添加物を一切使わないんですよね。で無添くら寿司とかでコマーシャルしてるでしょ。ほんまにね、その合成着色料とかね、合成保存料とか調味料、合成化学調味料とかね、そういう
体に良くないものは一切使えませんって、ほんま天然のね味付けでねやってますよっていうね、そういうあれなんですよね、スタイルでやってるんで、そう美味しいです。今日でも美味しかったです。ね、いやそういうの僕もねやっぱり、ね、家がそうやって百姓してるからやっぱり農薬とかもねあんまりうちの父親は使いたがらなかったですね、うん、で僕も子供の時なんかはその田んぼの仕事をね手伝いに行ったりとかしてたんで、まあ、半分遊びですけどね子供の頃ですから、でもそんな僕がおるところに農薬なんかまいたら僕の体に悪いじゃないですか。だから農薬とかもあんまり使いたがらなかったし、で、まあ、農薬、まあ、少しは最低限はやっぱまかないといけないんでね、まあ、そんな時はもう今日は来たあかんとかね言われたりとかねしてましたけども、やっぱりそういう怖さってもう身に染みて分かってるんで、だからそういうの使ってませんよっていうスタイルがねもうすごい僕の中で、あ、あの会社やなって思ってね、でそんなんでこう社長と話盛り上がっとって、でよしじゃあもう君うちで働きなさいみたいな感じになったんですよ。もう半分泣いてもうたみたいなね、そんな勢いでねあのなったんですけども、ただまああのでここで内定出すわけにいけへんから、一応あのまた会社見学会とかあるし、でもちろん試験も受けてもらわなあかんから、それはちゃんと順序を踏んであの内定出すからみたいな感じで、もうほぼほぼそこでねもう口約束では内定いただいておったんですね。でなんかその会社見学会みたいな行ったんですよ。その志望者がみんなこうね集まって、あの大阪のね堺に本部があるんですけども、本部とね加工場が一緒になってるんです、魚の加工場がね。で、まあ、本部でこうまた会社の説明を聞いたりとか、あとその加工場でねこう魚を加工してるところとか見せてもらったりとかして、でその出来たてのお寿司をねまたそこでみんなでいただいた、懇親会みたいな感じでお寿司いただいたんですけれども、まあ、美味しかってね、その時もね、まあ、もちろんお店で食べるのも美味しいんやけども、また加工場でもう魚もね、さばきたての魚です。ね、ね、もうお米もね、炊きたての米でね、寿司飯作ってもらってね、もう出来たてのお寿司やったんで、めっちゃ美味しかって、で、その時に教えてもらったのが、寿司飯は人肌の温度、で、上のネタは冷たいネタ、このバランスが大事やねっていうことをね、その時社長が説明してくださって、あ、そうなんかって、それまで知らんかったんですよ。だってね、スーパーで売ってる冷たいお寿司、もう米もネタも冷たいお寿司か、まあまあね、たまにこんなおけでね、あの家族であの出前取って寿司とかも食べさせてもらったことあるけども、それもなんぼね、高いお寿司屋さんいうか、その回れへんお寿司屋さんの出前のお寿司でも、握りたてじゃないんで、時間も経ってるんで、まあまあ、お米もね、寿司飯もそんなにもう、ちょっと温度も下がってるんで、人肌の温度の寿司飯っていう感覚は僕の中ではその蔵で食べたんが初めてなんですよね、僕の中で。いや、これで美味しいんかっていうことがね、その時に初めてこう腑に落ちてね、うわすげえな、寿司ってすごいんやなとか思って、そのまあね、高いイメージしかないじゃないですか。たまに親父がこう酔っ払ってこうなんか寿司の詰め合わせお土産でもらうぐらいで、あんまりね、その寿司ってどんなもんかっていうのもあんまり分かってなかったので、そうやってこうちょっとずつ教えてもらいながら、でどん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 ね、お寿司にも興味持っていって、まあまあ、あの別にその寿司を握る職人としてあの就職するわけじゃなくてね、その店舗管理とかね、そういうシステムとかを作るとかね、そういうようなあの仕事をするっていうことで、まあ、あのこう募集がかかっとったわけで、その寿司握るのとかね、こうロボットがするんですよ。もうなんかボタン押したらこうポコンポコンポコンって握られたお寿司がポコンポコンポコンってこうなんか赤ちゃんが卵が生まれるみたいにポコン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 って出てくるんですね。でそこにアルバイトの人がこうあの魚のネタをポンと置くだけなんですけども、だから社長が言うのは、その職人さんはこれからの時代あのどんどんいなくなってくるから、でもこうやって美味しいも日本の伝統的なあの食文化を残していかないといけないから、どうしたらええかって言ったら、こういうロボット化したりとかシステム作ったりとかね、仕組み作りを作って、誰がやっても職人さんと同じようなものをできるようなこの仕組み作りをあのやっていきたいんやみたいなことをね、その時におっしゃっててね、で確かに
で、じゃあ今日から僕寿司職人目指しますってなかなかできないじゃないですか。でもそれをこうね、職人さんのそういう仕事を研究して、その寿司握るロボットとか作るわけじゃないですか。それってすごいことでしょ。そんなんもね、すごい面白くて、ただ伝統だけを残すんじゃなくて、その人が職人を残すんじゃなしに、その職人の仕事をできる代わりになるものをこうまた作り出して、でこの文化を残していくって、食文化を残していくっていうところに僕共感を得たんです。で、ああもうめっちゃこの会社で働きたいと思ってね。で、まあ、就職試験も受けて、まあ、内定をいただいたんですけれども、まあその後ね、ちょっと気が変わりましてね、飲食店って日曜日休めないでしょ。で、あ、俺日曜日休みたいねんけどなって思って、なんか突然気が変わって、まあこのご縁をね、お断りすることになったんですけれども、で、まあそれをお断りして、その後ね、まあ、鈴木マリンに就職して、で結局今この仕事ね、船の仕事やってますけど、マリンの仕事に就くことになったわけですけれども、まあ日曜日は休むことなくみたいな感じなんで、まあ当時のね思惑とは違う方向に結局は行っちゃってるんですけども、まあまあ今日はね、そのね、そんなくら寿司とのご縁があって、久しぶりにくら寿司でこうお寿司を食べながらね、その就職試験を受けた頃のことを思い出してたんですね。で、もし俺が、僕があの時そのままくらに就職してくら寿司の社員になって社会人として、人生を歩み始めとったらどんな人生やったんかなということをね、すごいなんか今日は思いながらね、その寿司を食べとったんですけれども、別にその今のこの人生が嫌とかね、あの時断ったことがめっちゃ後悔してるとか、そういうわけじゃないんですけども、まあパラレルワールドじゃないですけれども、まあもう一個の人生をもしこうどっかから覗き見れるんやったらおもろいなとか思って、どんな人生なとったんかなとかっていうのが、実はそのくら寿司にね、その僕と同級生のね、大学の同じ仲間で田村君という子がいてね、その田村君もくら寿司に入社したんです。彼は、僕は断ったけどね。でその田村君はその後ね、なんか、アメリカの店舗出店の時とかに結構大活躍したみたいで、ちょっと詳しくは聞いてないんです、風の噂でちらっと聞いただけなんですけども、そんなんがあったりとかしてね。でまあ出世したんでしょうね、今どういう風になってるのか分かんないんですけども、もうあれがだから入社してまあまあ早いタイミングでそんな話やったんでね、30代になる前、20代の後半ぐらいでそんな話やったんでね、すごいなんか同級生が、友達がそういうなんか海外の店舗の出店のためになんか活躍してるとか誇らしいじゃないですか。でね、その時は俺もあの時蔵に入っとった、こんな大抜擢とかあったんかなとかね、その時も一瞬思ったりとかもしたりしなかったりなんですけれども、まあそんなんでね、どんな人生やったんかなっていうのをね、ふとふと今日はなんか思いながらお昼ご飯を食べとったっていう話でございました。はい、まあそんなわけでね、そういうご縁があったんで、まあね、回転寿司チェーン店、まあ大阪でもいっぱいあるじゃないですか、たくさんありますけれども、僕はもういつもくら寿司に行ってるんですね。そんなこんなで、そういう会社のポリシーとかもすごい共感できるし、ご縁もあったしね。でやっぱり食べて美味しいからね、別にそのご縁があったからってね、くら寿司入ったから、ああオリバーさん毎度久しぶりよう来てくれましたって誰も言ってくれないですよ、誰も言ってくれないですけども、まあ、僕の中のなんかそういうご縁をね大切にしたいなと思ったんで、いつもまあくら寿司に回転寿司は行くわけなんですけど、まあそういうね、今日のお昼時の僕が思ったことでございました。まあそんなことで、今日も、長い間、こんなグダグダした話、お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ鈴木マリンに入ったね経緯もね、まあまあおもろいね話ができると思うんですけども、またそれは別の機会にね、またさせてもらいたいなと思ってます。なんで、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございますよ。